今回は池澤晴人先生による週刊少年ジャンプの打ち切り漫画、黒金をご紹介するわ。どんなジャンルの漫画だ？剣道の漫画よ。それも、高校の部活動としての剣道団体戦がメインね。なるほど、スポコンものってわけか。どれくらい続いたんだ？単行本全8巻、連載は全68回だけど、単行本書き下ろしが2話あって、それを合わせると全70話ね。よし、じゃあいつもの言っとくか。ゆっくりしていってね。高校の部活動ってことは、試合とか大会とかが開かれるんだよな。そうね、この漫画も基本的にはそれがメインよ。ざっと流れだけあらすじとして説明するわね。まず、主人公の黒金ひろとが高校1年生の春、江戸末期に死んだ剣客の幽霊に出会って弟子になり、未経験ながら剣道部に入学するところから話が始まる。未経験なのか。そう。素質だけはすごくあるけど経験は全然ないっていう、まあお約束のあれね。で、入った剣道部はいわゆる弱小校で、万年初戦敗退。お前と剣道やるの息苦しいよ。そのネタはやめなさい。当たり障りがあるから。最初は部長以外に対して強い人はいないんだけど、だんだん新入部員やら復帰する部員やらが増えていく。先生、剣道がしたいです。やめなさい。で、それと並行して強豪との練習試合が1回、新人戦といって高校1年生だけが参加する大会が1回、関東大会が1回、そしてインターハイの東京予選、インターハイ東京予選の何戦目かの試合に勝ったところで終了ね。次の試合、嘘のようにボロ負けした。別にそういう展開ではないわ。文字通り、大会を勝ち進んでる途中で突然最終回になるだけ。バッサリと打ち切られたわけだな。まあ、そういうことね。書き下ろしで、主人公が全国制覇したことだけが説明されるけど、その詳しい経緯は不明。じゃあ、まあ打ち切りの理由と、そもそも同時期に、どういう作品が打ち切りレース場にいたかって話をしてみようぜ。そうね。黒金の連載は、2011年39号から2013年9号までよ。その時期に連載されていた漫画っていうと、ワンピース。それはわかってるから言わなくていい。とりあえず全部一覧にして、黒板に書いてみたわ。こんなにあるのか。ええ。君臨していたのはナルト、ブリーチ、銀魂あたりね。まあ打ち切りレースとは関係のないことだけどね。あのライトウィングが終わった直後に、3作品ほど短命作品があって、その後に黒金が始まるんだけど、2012年は勝て今日ヒットマンリボーン、ヌラリロンの孫、バクマンあたりが終わった年になるわ。逆にこの年に始まった中で強かったのは、サイキクスオの災難、暗殺教室、直撃の相馬、配給あたり、黒金は2013年に打ち切られた作品の、その最初の一作目にあたるわ。暗殺教室や相馬を蹴落として生き残る力がこの作品にあったかというと、正直うんと言わざるを得ない。どういうところが問題だったんだ？中盤以降、バトルの描写や人間関係の書き方には磨きがかかってくるんだけど、いまいち、スポーツ漫画の盛り上がりには必須の、強烈で魅力的なライバルというのがこの作品にはいないのよね。癖のあるライバル校がいくつか出てはくるんだけど、どれもポットでって感じで、いまいちパッとしないわ。例の剣聖は、設定上は最強だけど、主人公とは対して因縁がないし、強いだけでキャラは普通だったしね。ふむ。スポーツ漫画を面白くするってのは大変なんだな。じゃあ、次にキャラクターの紹介をいくわね。まずは主人公から、黒金ひろと、人によって黒金とかひろととか普通に呼ばれてるわ。メガネだったり外してたりするのは何なんだ？コンタクト？黒金のメガネは伊達なの。目が良すぎて、あまりにも見えて逆に不便だから、視界を制限するための曇りガラスをかけてるだけ。運動は苦手だって最初の頃には言ってて、実際スタミナだけは終盤まであまりないんだけど、なぜか剣道を始めた途端に反射神経とかが劇的に向上するわ。まあスポーツ漫画にはよくあることだぜ。で、次は部の仲間？ここで紹介しないと挟むタイミングがなくなるから幽霊の師匠言っとくわね。道場さゆり。150年前、桜一刀流という流派の道場の主をしていたわ。でも火事で道場が燃えて、流派が断絶して、それを無念に思って、150年間ずっと後継者を探して彷徨っていて、ついに見つけた素質の持ち主が黒金だったわけ。作中、黒金の夢の中以外で、本当の幽霊の姿のまま姿を現すことはあまりないんだけど、
普段は人形に取り付いて行動していて、周囲の人間からは生きた人間の子供に見られているわ。なるほど。じゃ、部員の説明。何しろ団体戦をやるわけだから、部の主だったメンバーは最終的に5人になるんだけど、2人だけ紹介するわね。まずこれが3年生で部長の、神谷剣。全国クラスの実力者で、実際個人戦ではインターハイでもいい成績を収めているわ。性格は気真面目で、スポーツマンシップのある好青年っていう感じ。そんなにとんがった個性はないけどね。あと一人は ?1 年生の葉桜指導。中学の時から剣道をやっていて、公式戦で素晴らしい成績を残しているんだけど、左手に大怪我をして選手生命を失ったかに思われた。思われた、が?どうなるんだぜ。左手が使えないまま無理やり試合に出るわ。右肩手上段構えというスタイルで。そんなんで大丈夫なの?あんまり大丈夫ではなさそうなんだけど、まあそれなりには活躍するから、いいんじゃないかしら。この漫画は基本的にリアル路線のスポーツ漫画で、例えば剣からビームが出て敵が吹っ飛んでいくとか、そういった無茶なことは起きないんだけど、特に初期の巻はまだプロとして描き慣れていない感じで漫画が荒くて、ところどころに突っ込み要素があるわね。というと例えば、第1話だと特にひどいのが、黒金が、というか黒金の体に取り付いたさゆりが不良を叩きのめすシーンで、木刀で相手の喉を突くシーンね。それも全力で、それってまずくないの?漫画だからいいけど、現実にやったら死んじゃうわよ。読者のみんなは絶対に真似をしないように。作中ではどうなったの?相手の不良、一言も喋らないまま倒れてて、何事もなかったかのように次のシーンに移るわ。やっぱりそれ死んでるんじゃ?死体をそこに残して立ち去ったら警察沙汰になるから、それはないと思うわ。次にヤバいのが、2巻に出てくるシーンなんだけど、運動神経がいいというだけの理由で、高校生が壁を跳ね上がって2階の上の屋上に登っていくシーン。チンパンジーか何か?チンパンジーでもこれは無理なんじゃないかしら?いや、知らないけどね。別にチンパンジーに詳しくないから、スパイダーマンならできるでしょうけど、バットマンにも難しい気がするわね、同じ動きは。で、このキャラクターは剣道部のレギュラーになるにはなるんだけど、ここまで素質があるのに、なぜか作中ではほとんど活躍せず、かませ犬として出番を終えるわ。宝の持ち腐れにも程がある。なんかそういう競技のオリンピックとか出りゃいいのに。そうね。それから、これも初期だけど、どうしても突っ込まずにいられないからこれを言わせて。こいつ、この爽やか好青年風がどうしたんだ?インターハイ個人2連覇の記録を持つ高校3年生で、作中で設定上最強のキャラクターで、よだかって名前で。それがどうしたんだ?それはいいんだけど、作中でついているあだ名が剣聖なのよ。ああ。たかがインターハイ2連覇ぐらいで、高校生が、剣聖になれるか。剣聖を、舐めるな、ぜいぜい。落ち着け。ジャンプで連載してそこそこ続いたけど、そういう終わり方をしたってことはまあ、人気は低迷したんだろうけどさ。人気のあるなしと面白い面白くないは、必ずしもイコールではないよな。ぶっちゃけそこんところはどうなんだ?そうねえ。今回、頭から終わりまで通し読みしてみて思ったけど、最初の方は、まあこの作者はこの漫画が初連載だったってこともあるんだけど、あんまり漫画が上手ではなくて、演出もストーリーもかなり微妙な感じがあるわ。最初の方より後の方はどうなんだ?かなり巻き返して、だんだん面白くなってくるというか、漫画が上手くなっていってる印象は受けるわね。特に新人の頃っていうのは、伸びしろっていうのがすごくて、ページが進むごとに絵が上達していく漫画家とか、割と現実にいるからね。驚くことではないわ。伸びしろはあったってことか。ちなみに、これの作者の、その後の連載作品は?モノノフという将棋を題材にした作品が前後巻、ノアズノーツという SF アクションが前3巻、ノアズノーツの終了が5年くらい前だけど、その後は音沙汰がないわ。少なくともこのペンネームでは、ジャンプって、3回打ち切られるともう戻ってこれないよな。基本的にはそう言われているわね。例外が絶対にないとは言わないけれど、まあ、ジャンプで書けないからって、漫画家が続けられないわけじゃないけど、正直先は厳しいでしょうね。あとね、これは突っ込みどころというわけでも、面白い面白くないに関与する要素でも、必ずしもないんだけど、この漫画、無駄で無意味なお色気シーンが多いのよね。というと、マネージャーやってるヒロインのパンチラとか、
さゆりの無意味な長距離設定とか、こういうのが H なんだろ？と言わんばかりに見えすいていて、正直読んでいて、何ら魅力的ではなかったわ。ああいうの、地味に読者の好感度を削いでいくから、やらない方が良かったと思うわ。まあ作者がやりたくてやっていたのか、編集サイドがそう書かせていたのかはわからないけどね。ふむ。ちなみに、良かったところはどこだと思う？主人公の剣術のスタイルの描写とか、そういうのはなかなか地に足がついていて良かったと思うわ。主人公は5の戦とでも言うか、カウンター狙い一辺倒の戦術しかできないっていう設定なんだけど、相手の攻撃をフェイントで誘って、カウンターに持ち込む技術を上達させていく流れとか、そういうのはスポーツ漫画として骨格がしっかりしていたし、そこら辺には化ける余地がなくもなかった。そういう意味では打ち切られてしまったのが、惜しいと思う気持ちも少しあるわね。ふむ。まあ、じゃあそういうわけで、今回も、ご視聴ありがとうございました。